誰にも言えないこと、悪いこと知ってるわけじゃない。でもなぜか受けないことみたいな。愛とか恋ほど単純じゃない。そいつの名前はシュクレラ。フリューマンテンでバレたら即終了。だけど僕が支えながら
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、キュービックライブツアーユース in 東京にお越しの皆さん、はじめまして。僕たちがせーのキュービックです。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん大きな声出してください。自己紹介していきます。はい、キュービックの青色担当ツンデロジこと市川圭一郎です。せーのって言ったら圭君って呼んでください。せーの、ありがとう。はい、キュービックのピンク担当全力オタクことスタバコトロです。せーのって言ったらコタって呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、キュービックのグリーン担当みんなの弟ミナトです。せーのって言ったらミナトって呼んでください。せーの、ミナト、ありがとう。はい、キュービックの赤は顔の担当式涼雅です。せーのって言ったら涼雅って呼んでください。せーの、やーだー、ありがとう。はい、キュービックの黄色ミラクルボイスカレンスサツキです。僕がせーのって言ったらサツキくんって呼んでください。せーの、ありがとう。はい、キュービック紫担当ミステリアスボーイことリカキヨハルです。せーのって言ったらキヨって呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、以上僕たち6人でキュービックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ついにですね、東名阪ツアーラスト東京がスタートしました。やったー。今日のキュービック、皆さんどうも、こんにちは、いっぱかたべです。お久しぶりです。キュービックの様子を見ていきたいと思います。おはよう、皆さん、いきますよ。いくぞ。こちらはアクリルスタンドスタボコトロバージョンになります。こちらのポイントはですね、背が高くて顔が小さくなっております。よろしくお願いします。皆さんぜひ買ってください。みんな来たら一緒に開けようかな。アクリルスタンド、クルヘミナトバージョンです。やっと念願のアクリルスタンドが出せました。クルヘミみたいにショーケースを買って、いっぱいスタンド飾っちゃってください。バイバイ。はい、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。どうも。お邪魔します。どうも。お邪魔します。どうも。失礼します。うわー、失礼。コタが作ったのこれ。そう。やば。めっちゃいいじゃん。組み立てていい？いいよ。アクリルスタンド仕切り用バージョンです。ポイントはですね、手足のダボダボ感がめちゃくちゃ可愛いと思うので、ぜひ手に入れた方はいろんなところに飾ってください。以上、カオランさんと仕切り用でした。バイバイ。アクリルスタンド石川圭一郎バージョンです。今回はですね、アクリルキーホルダーではなくスタンドということで、皆さんの、ね、家だったりそのまま飾られるので、ぜひ家に持って帰ってあげてください。アクリルスタンドリッカキーホルダーバージョンです。今回初めてアクリルスタンドが出たんですけど、僕のファンじゃない方も全員僕のやつを買ってください。お願いします。アクリルスタンド、カレーススキバージョンです。イエーイ。今まではアクリルキーホルダーだったんですけども、今回からスタンドでいろんなところに飾れるので、たくさんいろんなところに飾ってください。ライブ盛り上がっていこうね。僕ゲームしてる、自分を映してますね。じゃあ目をつぶっていただいて。はい、僕は村人です。僕も村人です。僕も村人です。村人です。村人しかいないです。占い師、誰を見ましたか。カノリア、ツキー、G1、カイトマどっちか、どっちか、何だったかな。村人じゃないのか、うん、はい、はい、何だったか、迷宮の顔村人ですって言った時の頭に浴びたのが見えます。肩投げしか何か見えていない。冷静に涼雅の服を見てほしい。まさか兄がいない。狼しか着なさそうなんですよ。やられたんだ。ここではないのだったか。誰だ、これ怪
してると思うんです。違う。1000円となります。ぜひライブチューブにもつけてもらって、今ですね、りょうがさんのところつけてるんですけど、首元につけたらなんかセクシーで、今食うバンファイアみたいな感じですね。ぜひお買い求めください。せーの、せーの、はい、お、チカン君が1234やっぱりやったら今買います。お前ら後悔する。お待たせされるかいいと言っている。あああこの決勝戦戦うなら、うん、いい勝負になります。ステッカーボリューム3ランダム2枚入り500円となります。今回はですね、キューピックのロゴ、ライブツアーのロゴもありますね。皆様前よりお顔が綺麗になるので素晴らしいですね。ぜひ皆さん投入してください。よろしくお願いします。あ、僕と言う気合いでしょ。そんな飾り方もできるんです。手繋いでるみたいになってるから。かわいい。なんかいいグッズさん出た。難しいね。フェイスタオル2000円になります。キューピックの皆さんの落書きがなんと入っております。実は今回の衣装にも入っているということで、皆さん衣装にも注目してくださいね。よかったら購入してください。ブルマイドは必須だよね。今回だと今回のあれ、めっちゃいい感じじゃん、全部。生写真ボリューム8、ランダム5枚2000円だよ、みんな。アメリカの学校をイメージしてるのかな、すごい。あ、これあれじゃない、これ。のび太くんだ、これ。そながらしてたぶんのび太くんだ。すごい、綺麗。今回が初めてだもんな。スタジオ以外でのさ、うん、写真。アメリカの学校みたいだね。今日、東京じゃん。こちらは笠松さんと1000円、今回は東京バージョンということで、皆様数量も限られているので、ぜひお買い求めください。キューリックロングティー、4000円となります。こちらはですね、皆様、キューリックさんたちの絵が描かれております。佐々木さんと小太郎さんの向き合って、なんか力のある写真が見えますけど、ぜひ皆さん、お買い求めください。今日東京じゃん。そうなんです。東京のラスト。近くの地元から近い。庭って言ってたし、庭って言ってた。東京の名物。日高屋。日高屋。ああ、意外とね。ジョリーパートで。裏持ち。サイゼリアとか。裏持ち。なんだろうな。浅草もんじゃだった。なんかもんじゃって東京発祥だし。そうなんですよ。大阪は有名なんですよ。新宿ブレイズってさ、俺ら普段ライブやらせてもらってたけどさ、俺らだけでやるってなんかすごい。嬉しい。この後後半戦のところもあるけどさ、うん、もっと盛り上げて盛り上げて、うん、変わろう、うん、最後でも今日さ、ドリネーさん、あっ、ドリネーさん、いいかよ、その人もよ、確かに、抜き選手せーバレン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 もう時間だよ、みんな。あ、やばい、行かないや、だってあ、皆さんどこかへ行かれたみたいですね。あ、今日のキュービックですね、こちら。今日のキュービック市川と玉とくるみと四季とカレーセとリッカ、今回のキュービックライブツアーユースのオフィシャルグッズ、皆さん買ってくれましたか？気づいたね、人もいるかもしれないんですけど、そう、僕たちの名前とタトゥーシール、こちらでーす。買ってくれた方いますか？で、デレちゃんと、だから後半戦はあるんですけども、ありますね。お前ら声出せんのか？お前らちっちゃいやつ、マジ最後まで盛り上がれるのか？よっしゃー！ほぉーで、違う気がする。あ、どうも、あ、で、おんぎまあ、どんどんなんちゃうお前ら、最後まで声出せんのか？この後もたくさん楽しんでてください。バイバーイ。東京まだまだ盛り上がれんのか。お前ら全員招待してる。これだけ。超絶イケメン。リング震えてる人たちに。おおおおお。いつも数字がたくさんだね。おお。出発行くって言ってるパリ、この思いならちょっと嫌だなっていうか
怒ってなかったの。君が何を考えているのかもうわからないよ。それ見たら見してしまうその笑顔、大反則技。さらばすのも衝撃、甘口の調味料。これは本当にハプニング、僕の心は騒ぎ出す。君と目を合わせた時、心は奪われた。もう途中からこれが恋だと気づいてました。あの日から君が頭から離れてくれないから、そんな理由じゃ君はきっと怒るから。また今日も僕はいつも通りもどかしら中からエクスタシー。みんなでせーの。突然のハプニング、君が階段を踏み外す。おいてビビリって思わす。僕たちは初めてキスをする。本当にハプニング、僕の心は騒ぎ出す。君と目を合わせた時、いつも通りもどかしが中からエクスタシー。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 エク
キュービックライブツアーユースにお越しいただき本当にありがとうございました。皆さんとですね、大阪、名古屋、東京と回らせていただいて、
全部来てくれた方も来てくれなかった来れなかった方も、語弊が語弊が言葉遣い大切ですよ。言葉遣い大切ですよ。どんどん盛りだ、どんどん盛りだこれ。23歳。どんどん盛りだこれ。じゃあ来れなかった方もね、はい、今日はね一緒に本当に盛り上げていただきありがとうございました。よいしょ。はい、またねこういうライブがねできるように僕たちキュービック頑張っていくので、皆さん応援の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、それでは以上僕たちがキュービックでした。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとう。そんなの好きになっちゃうじゃん。それでは聞いてください。そんなの好きになっちゃうじゃん。
はい、というわけでアンコールありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、あの透明ハンツアーラストの、ね、このアンコールの MC ということで、ちょっと一人ずつね、透明ハンツアーを実際に回ってみて、なんか思ったことだったり感じたことあったと思うんで、感想の方をね、ちょっと聞いていきたいかなと思うので、というわけで、じゃあいつか、はい、メイヤ、皆さんこんにちは。ケンリックのプロデューサーを務めてます、ヤッキーでーす。はい、透明ハンツアーもラスト東京となりましたが、皆さん今日もライブ楽しんでますか？あー、ちょっともうちょっと声聞きたいので、もっともっと声出してください。ライブ楽しんでますか？というわけで、キュービックはですね、6月1日にダウン祭でデビューして、僕たち自身も初めての挑戦で、キュービックも初めて舞台に立ったんですけど、なんか想像してたよりも多くの人が集まってくれて、米村と2人ですごい大号泣してライブを見てました。そして1ヶ月後の7月13日にはナンバーゼロ、みんなで最高の箱にしたいんですということで、初のワンマンライブを開催することができました。まあ、1ヶ月でワンマンライブができるとも思ってなかったので、ワンマンライブを通して、まあ、いろんな反省点だとかいろんなことをこう学べた、そしてお客さんがすごいあったかいんだな、キュービックはっていうのを実感できたライブでしたね。そして11月29日にはキュービックワンマンライブ in 大阪ということで、コンギュラティが開催されました。まあ、この時にはもう曲数も結構増えて、で最後には清春の加入が決まったりだとか、いろんな新しいことをしていくぞっていう上で、大阪でも初めてワンマンライブができて、すごいこのライブも思い出深かったね。そして12月27日にはキュービックワンマンライブリープが開催されました。これは2500人ぐらい応募が来て、6人で初めてのワンマンライブを2019年内に開催することができて、本当にこれも達成感と、あと大きい箱でできたなっていうのが、多分メンバーもお客さんも僕たちもちょっとですけど成長したなっていう風に思えた、そんなライブでしたね。まあ、デビューライブにはたくさんその人が来てくれたんですけど、対バンライブってなると最初全然人が来なかったりだとか、まあ、パフォーマンス面でもそれこそいろいろ悩むことがたくさんあったんですよね。歌だったりだとかダンスもそうだし、もう未経験の中でどれだけいろんなことを教わっていろんなことを吸収できるかっていうのがすごい難しくて、でみんなで話し合って、まあ今できる最高のライブをワンマンライブでも定期公演でも台湾でも全部やっていきたいなっていうふうに話して、いつもそれこそ本当に後ろでライブ見てるんですけど、こうやってもう一番最初から一番最後までずっとペンライトを振ってキャ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 って言って楽しんでるみんなを見てると、もっともっと恩返ししないといけないと思うんですけど、まあこれでも とりあえず頑張りましたよねっていうね。キュービック自身もすごい頑張ったと思うし、ファンの皆さんもずっとついてきてくれて本当にありがたいし、8ヶ月だけどすごく濃い時間になったなって感じます。でキュービックのメンバーには本当にそれこそいろんなことがあって、多分もう全員いっぱい泣いたんじゃないですかね。たくさんこう楽しいことをするにはいっぱい悩んで考えて動かないとそれこそここまで来れなかったと思うし、めちゃくちゃ怒ったけど全部本当にみんなが聞いてくれてこう形にしてくれてる、そしてなんかこう僕とか米村じゃできなかった理想のアイドルっていうのを作ってくれて本当にありがとうって思います。ここまでよく頑張りました。ということで、そんなキュービックのメンバーとファンの皆さんにサプライズがございます。こちらご覧ください。どうぞ。何ですか？
はい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 というわけでちょっといろいろ発表がありましたが、とりあえず豊洲ピットで1周年ライブをキュービックだけでね、ワンマンライブができることが決定したので、おめでとうございます。どうぞこちら。おめでとうございます。おめでとう。はい、このツアーがラストということで、ちょっと、まあ、全然いらないと思うんですけど、プロデューサーの2人もちょっと上がらせていただいて、で今日はお客さんとキュービック、もうキュービックにも本当に言ってなくて、サプライズでちょっとね、まあ1周年ということで、絶対に何かでかいことはしないといけないなって思ってたんですけど、いい意味ですごくおめでたくて、悪い意味でもっとプレッシャーをちょっと皆さんにかけてきたっていう意味はあるんですけど、すごい景色を共に見ていきたいなっていう願いを込めてっていうのもあって、今日はちょっとこういう風にプレゼントっていうか、まあ、逆に皆さんがこうやってトヨスピットなんか立てないから、みんながこうやって立たせてくれてるんだよっていうことも思いつつ、今日はライブを見てたんですけど、まあ本当にだから全員で言いたいんですよ、本当にもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。そう、どう、なんか今の率直な気持ちをこう言っていただけたらなと。率直な気持ち、うん、嬉しい、嬉しいけど怖い、怖いけど、もっと頑張らなきゃなって思いました。頑張ります。本当に僕たちもね、知らなかった情報だったのでびっくりしちゃったんですけど、トヨスピットの方、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。お願いします。最後の曲だって、最後の曲、盛り上がって一回声出しをしましょうか。じゃ あお願いします。いきます。声出す準備できてますか。まだまだまだ出せますよ、今なら。はい、声出す準備できてますか。で最後、今日一番大きい声を聞かせてください。声出す準備できてますか。聞いてください。フルー。君と僕の恋の方程式なりたってない計算式、本当にお集まりいただきありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、ここまで東名阪ツアーやってこられたのは皆さんがいたからであって、僕たち6人だけじゃできないことであるので、本当についてきてくださりありがとうございます。はい、これからもですね、本当に成長していって、トゥースピットもね決まったし、メンバー全員で頑張るので、ね、期待をね超えていけるように頑張るので、皆様これからも応援の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。
ありがとう。ライブツアーユースにご来場いただき誠にありがとうございます。これをもちまして本日の公演は終了しましたと思いきや、キュービックの皆様はまだまだ歌い足りてない様子でございます。まだ皆様も聴いてない曲がありませんか？ということで、キュービック、キュービック、それではラストの曲です。聴いてください。ワン、これで透明ハンツアーラストになります。全員腹から声出せ。いつも僕が隣にいるから君も僕の一人にはさせないでよ。好きとか嫌いとかそんな言葉じゃ足りないよ。でも一つ言えることは僕を知らない、僕以外ただね君の中に言われつないでよ。どこにもいたりしないけど終わっちゃったんだけど、すごい名残惜しいというかね。あれでしょ、清原のコールド&レスポンスで終わるっていう話よな。じゃあキュービックっていうんで最高ってお願いします。ちょっと一番でかい声で、一番でかい声でお願いします。キュービック最高。
ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。本当にバイバーイ。